紋章師ロイは攻守のバランスに優れ、最前線で活躍することを得意とする。シンクロスキル踏ん張りはヒットポイントが 30% 以上あれば、どれだけダメージを受けてもギリギリで耐えることができる。エンブレムエンゲージ、エンゲージ武器ランスバスターは武器の相性が逆転し、槍をブレイクできる。エンゲージスキル超越は一時的にレベルアップして能力を大幅に強化。強化前と後でこれだけ違う。人の可能性を信じる。そしてエンゲージ技獅子グレン演武、前方横3マスを攻撃し、さらに移動を阻む炎を発生させる。竜族が使った場合、攻撃範囲がさらに広がる。一発ではやられないタフさ、固まった敵を一掃する攻撃力と前衛向きの紋章師だ。